天正当選開封のギー、ものすごく当たりました。本日はいっぱいあります。10月28日カルビ大収穫祭も当たっております。なんかものすごい荷物多いでございます。こちらはですね、うずらの右足です。メスです。メス、あの時このひき肉と一緒にふかきで温めて、ちょっとね4日ぐらい遅れて生まれてきた子です。メスの右足です。右足とひき肉をね連れてくると、どうもひき肉が逃げる、僕どうにもならないので、もうなかなかね生き物なりに、それなりになんかあるんでしょうね。なんか気が強いとかさ、こっちの子の方が気が強いとか苦手だとかさ、コミュ障とかさ、いろいろあるんでしょうよ。え、今なんか男のような鳴き声を、え、まさか右足も音押す、え、今グケグケって鳴いてよ、やべえ、繋いでみ、グケグケって鳴いたら押すだよ。全員オスだったらどうする、やばいよ、卵を産むどころかうるささ何倍にもなるよ。で今開封ねしておりましたら、また届いて、よし、ちょっと荷物が多くなってちょっと取り直しております。こちらですね、慶応のちょっとドライアイスが、アイスはちょっとさすがに持っていきましたわ。もう一個あるんでもう一回開封します。こちらは炭火焼き豚、味は正統派自然も、どっちから読むんだよどっちから読むんだよ、自然も減塩チャーハン、塩分 40% カットだ。そして甘だったアイス、こちらアイスクリームディアミルク、明治ディアミルク、でなんかね、あれドライアイスが入ってました。そしてこれは何、どこの、体シフト糖質コントロール 40% オフ餃子、どこの、どこのこれ、イート&、イート&っていうのは、この商品は三菱食品とイート&フーズが、共同開発した商品です。これ、王将ですね。え、これ対象なのか聞いてみよう。はい。で、ここに同じものがですね、時間差で届きまして、こちら。冷蔵と冷凍と分けてこう ぐちゃって届くんだろう、意味わかんない。今回のそんなにすごいいっぱいあるわけでもないのに、ちょっとこれを下に置かないとどうにもならない、やばいわ、開封の儀。この中にですね、アイスを送ろうっていうのがさ、イタリア栗のタルト、そしてこちらマカダミアナッツで、ドライアイスが入ってて、そうですよ、これが2個届いてるってことですね。糖質コントロール餃子とこれとこれとで、ドライアイスが入っててみたいな、これ冷凍ですね。ちょっとせっかくなんでこの箱のままですね、ちょっとこちらに開封するスペースがなければどうにもならんもんね。そしてもう一つ、これ2つかここにもあるんですけど、これが冷蔵タイプと書いてありまして、
おとなしく、おとなしく。ウェリーな。泣いたらオス。オスなのかな。ちょっと右足。あ、わかんない。まあメスっぽいけど、オスみたいな。どうなんだろう。もう開封します。ご飯食べたかったんだけどさ、なんかさ、宅急便と佐川と郵便局の絡みで、もうなんか、ご飯食べてる暇がなかった。グイグイって泣かないでくださいね。前もそうだとちょっとへこむよ。ひき肉は間違いなくオスなの。冷蔵ってなんだ？冷蔵。冷蔵。じゃじゃん。なんだ？これは隅っこ暮らし。入っていたら当たり、野菜を食べようキャンペーン。あ！今もしかして、グエグエグエって泣いたね？マジに？ちょっと。妹のはずが押す？嘘お前。ちょっと今ゲクって泣いた。やべえマジに。ちょっとうすら、あ、すいません、ちょっと無音でうすら追っかけてました。はい、こちらはですね、なんだこれは、一個一個に当選通知が入ってないっていうさ、カフェ、これ、これどこの、大井川工場、静岡の、だからどこよ、これは。どこのメーカーのよ、これ。わかんない。あ、北海道乳業株式会社。グリコとかそういうの書いてない。北海道乳業株式会社様ですね。で、これも同じですね。まあ、とりあえず、開封するか。なんか、あの、検証で、珍しい企業が検証してて、なんか、ハミーの、あの、スマホのグッズのハミーっていう会社、まあ、ここにあるんですけど、昨日頼んだやつが今届いてるんですけど、こちら3000円以上買うと、注文番号を入れて、なんかね、今、キャンペーンやってますよ。キャンペーンっていうか、なんか、検証。なんか買う人がいたらですね、私はちょっと3000円超えての注文じゃなかったんで、応募できなかったんですけど、なんか、ハロウィンの、なんかチョコレートがなんか、プレゼントって書いてあったように、すごいマニアックな検証がありました。野菜を食べようキャンペーン、入ってるかどうか見たいけどさ、こいつ開けたらすぐ食わなきゃいけないじゃん。やばいじゃん。いや、無理だよ、すぐは。はい、次、開封。次は、でかいの行こうかな。端から行く。端、あー、これでも端でも重いわ。いや、これがね、3点セット。
の京王ストアの、うわちょっとなんか思いっきり右足にうんこされた、やば、右足を押す、だからクリンが嫌なのかな、純粋にメスだけじゃなくてオスが混じってて、自分が育てた子供に襲われるのが嫌だからクリンがあれなのかな。あいつオス、いやちょっとショックなんだけど、マジに。あのこれを今開封します。頭の中うずらいっぱいで、ちょっと言葉がなかなか、あれ、何も当選通知とかないの、何もないの、開封してさ。いや電話かかってきたのにびっくりしたよ、電話で、何これ、止まってみ、あーちょっと、この上がさ、やべえことになってんねんこれ、こいっぱいいっぱいだよ、もうちょっと待って、ちょっと重い、はい、ちょっと重いよこれ、なんか当選通知入っていいよ、京王ストアあれなんですけど、はいはい、開封しまして、何が入ってるか、最強どん兵衛、このどん兵衛すべてが主役、何の違い、きつねうどんとかき揚げそば、きつねうどんとかき揚げそば、きらびやかな、こないだ買うって言って買って、まだ食べてないよこれ。ああそうか、大気にご飯食べに行くあれでもないのか、これいっぱい届いてるから、これで、ああなんかごちそう食べたいんだよ、かっぱえびせん、かっぱえびせんってカルビだよね、これの対象商品が、対象が、確か慶応の秋のワクワクの対象がカルビ入ってた、入ってた、ああなるほど、私は羽衣とかあと東洋水産買ってましたね、はい、カルビ、か片揚げポテト、これなんだ、プロテインプラスチキンのトマト煮 MCC 食品、ああなるほど、これも